ついてこいよって止まったんですけど。うわ、また来た。またあったね。今度何してるんだい？ただの散歩だ。怪しいな、僕ら考える。散歩してるだけで怪しいなって言われるなんて。あいつに見つかったりでもしたらこの子たち巻き込む可能性だって。心配すぎだよ。何も知らない子供を巻き込むほどあいつだってバカじゃないだろう。この少年たちがあれについて知ってるなら話は別だがな。あれを知ってるわけないでしょ。今回のこれは遊びじゃないのよ。さっきからあれだのこれだのわけ何のことかわけわかんないです。さっぱりだね。私は先に行くよ。じゃあね、親たち。やれやれ、仕方ないな。おい、待ってくれよ。そういえばこいつらの存在忘れてましたね。よくわからねえけど、バレずに住んでよかったぜ。散歩って言ってたけど、ここは先のことは誰も見つかってないなんだ。特に大人には絶対言うなよ。子供だけの楽園ですね。秘密基地だ。でも上も行けるぜ。あ、なんかあった。路地裏ハウス前。へえ。あ、すげえ関係ないことを思い出してしまったんですが、今やってもいいですかね。前回やって放置していた、ああ、マインやんってこっちじゃねえや。稲穂の方だった。それ放置してたんですよね、マインやん。絶対バレるよな、これ。でもやっぱアメリカにも秘密基地文化ってあるんですね。素晴らしい。どうだ、これってもしかして。そう、秘密基地だ。前に探検した時偶然ここを見つけてさ、もう誰かが使ってた後じゃん。ボロボロだった小屋を一人で修理なるほど、修理したのか。すげえな。ここまで完成させるのは大変だったぜ。すごいよ、マック。このことは誰にも言うんじゃねえぞ。男同士の約束だ。絶対誰にも言えないよ。そういえばミサロのおじいちゃんもそうなんでね、作ってたよね。そう、秘密基地に憧れるんだよ。だけど実際場所をさ、確保するのが難しくてさ、俺は作れなかったよ。すげえ、島にはハンモックに一直線だ。入ろう。このブランコすごいな。かっこいいけど濡れるよな。でもか後ろにもう木はどうなってんだ。木の後ろにある、あ、横にあるのか。さすがに すげえな。どうだ、いろんなものがあるんだね。こっちの綺麗な瓶は川で手に入れたんだ。やっぱこの樽は捨てられたろ。ここまで運んできたんだね。じゃあこの白いのは、それヘビの抜け殻さ。ヘビ、秘密基地の先にある森に見つけたんだけど、間に見せたいのはこれだけじゃないぜ。もっと最高な計画を考えているんだ。まだ、次は何見せてくれんの。まあ、待てて、外の川のところに来いよ。この火事だよね、気になるのね、これね。まあ、無視して上に行くんだかな。大体2階建て。おお、すげえ。これあれですね、妖怪、メダルじゃねえな。なんだっけ。ルーレットか。ドリームルーレットがこんな感じでしたね。でも、あそこ立てたらもうすぐバレそうだな。あ、そういう降り方できるんだ。ここで何をするか分かるか？釣りかな？釣りだ！そうじゃないんだな。船着き場！でも船がないよ。だから作るんだよ、俺たちの手で。あ、今回のシナリオはあれだっけ？イカダがどうのこうのって言ってたっけ？そこが問題なんだよな。俺も作ったことないし。メトン漁師さんに気を教えてもらうとか？ダメだ！それじゃあ大人たちにここのことがバレちまう。あ、そっか。じゃあ誰かにバレ、アイデア悪くないか。ホースピスタ地区にボートショップがあった？また戻れとおっしゃるか。また戻れとおっしゃいますか。くそー。この深い漢方の上でさ、ありがたい漢方、味方全員 HP 満タンで復活。味方全員だからさ、全員に効果あるってことだよね。これ絶対使えるよな。またマックが自転車についてくる。とんでもねえ総力だこれ。マップ買ったらスタミナの効果切れないよね。大丈夫ね。よかった。なんかやたらと移動が多い。あ、アイテムはいいや。ノースピスタチック、ボート屋、港のところかな。エビ切れる。もう一個上か。
あーっと間違えた。くそおさ、次スタミナの台使ってみるかな。今度があれだよね、きっと森の奥に入っていくんだろうね。いや遠いよ。今何分、あでもまだ25分か、そんな取ってないな。あ棒手本当にあった。そこまで行かなかったね、手前だね。オンリーバートショップ、船の作り方を調べよう。勝手に、よし見せろ、お前見張りだけな。これもしか調べて、こっそり調べるの、バレなきゃ問題ない。多分何も盗もうってわけじゃないし、情報を盗むんだよね。この辺の本かな、いやこっちかな、それ本なのかな、段ボールじゃねえ。一枚に寝んの早っ。どれどれ、なるほどな、これなら俺たちも作れそうだ。早えよ、まだかかる、もうちょい待て。そうだな、こうすれば。店長っては人使い荒いよな。予備の俺は確か物置の方に。あ、ここだ。わ、誰か来るよ。よし、こんなもんか。誰だお前ら。あ、かけらもない物置何してんだ。逃げるぞ、しゃ、逃げるぞ。ちゃんと見てないからだよ。どこまで来た、あ、パクれるのこれ、もしかして。それはさすがにまずいか。危なかったな。ヒヤヒヤしてよ。今そのおかげで作る船は決まったぞ。船作るの、手作りの船といったらやっぱりイカラだな。いいね、手作りってことを考えたら無難なところですね。作れるものじゃなきゃ意味がねえからな。どんな材料がいるか伝えるから秘密基地に戻ろうぜ。材料が書いてある本持ってこなかったにゃ。本棚に戻しておいたぜ。だって持ってくるって盗むことだろ。そんなのかっこ悪いじゃねえか。中身は完璧に覚えたから問題ねえよ。マックすげえな。くそー、秘密基地まで連れてってくれるかなって、ワープするんじゃねえかなってちょっと期待をしてたんだけど、さすがにそこはダメだったらしい。じゃあ今度は大盤振る舞いだ。スタミナアルファ、はい、すいません、ちょうどね、あのカットしざるを得ない状況になってしまったので、カットしたついでに雨が降ってきた。びっくりした。戻ってきました。よし、これから秘密作戦会議を始める。イエスさー、まずはイカダに必要な材料を集めるところからだな。イカダのボディに使うガチッとした枝、あとは穂に使うためのシャキッとした枝、それから横領のペラッとした、なんでそんな丸太枝ってどうやって食べるんじゃん。木の雨の森の奥に行けば多分その辺に転がっているだろう。 あとは森の中で果物取ってこないとな。途中で腹が減ってたら大変だ。果物、食べ物だったらコンビニで買っていけばいけない。それじゃ面白くねえんだよ。俺たちは船に乗って冒険するんだぞ。コンビニ食べなんかじゃほら冒険感が出るんだよ。雰囲気が大事なんだ。雰囲気変換できない冒険も奥は深いですね。ですね。それでは早速モノクロームの森に行ってみようぜ。ミスモノクロームですね。やっぱりあれか、森に入っていくんですね。どこまでやるか、もうちょっとだけ、もう森の奥まで行けるかな。ショーケーゲージのは、うわぬかるんでそう。うわ広いな。ジバニャは早速どっか行くな。これは気をつけないと迷子になってしまいそうでビース。迷子の森か、迷いの森ですね。きっとここならイカダの材料も集まるはずだ。集めるものは覚えてる。ガチッとペラッとヘニャッとフニャッともやっと、ガチッとシャキッとペラッと果物混ぜちゃダメにゃん。ジモニャンが元気。うう、絶対なんか怪しい雰囲気が漂ってますが、なんだあれ、まだなんかこういうこれがあるんだよね。随分あれだな、登れないか。待って、
マシーナ、いないって聞いたからね、やってるんです。なんだお前、力持ち何やってん？こんなとこに来る人間なんて珍しい持ちね。お前、ジャパンの人間持ち？あ、そうだ。懐かしい持ち、俺を思ったらジャパンに住んでた持ち。そうなんだ。さらなる強さを求めて、優勢に筋肉留学しに来た持ち。筋肉留学って何？おそらく修行のことかと。さあ持ち、俺の修行の世界、特に見せてやる持ち。いや、別に見なくても、ジョアニトキが来るからよく見ててほしい持ち。話を聞いていない。おらー。うわ、なんか落ちてきた。本気でパンチすると木から何か落ちてくる街。そうなんだ、なんだろうこれ。グリーンマンゴー。なんかいいものゲットするビース。やったね。もう一回お願いします。そう、何回は無理だ街。本気のパンチは疲れる街。スタミナのつきそうなものをくれればいつもやってやる街。俺はこれずっと修行してる街。もちもちで、めちめちな筋肉を作る街。柔軟性も大事だと。お前関係ないんかい。そう、いないって聞いたから実況を通ってたんだけど、そうするとなんかすぐ帰ってくる不思議。なんだこの先。これか。ま、この丸太とか丈夫そうじゃない？言い方のポティにちょうど良さそうだ。ガチッとした。こうシャキッとしたように見えたけどな。確かにここは迷いそうだ。ちゃんと視点を切り替えていかないと。まあ、パリピは今あのね、パーリーのために出かけて何日かいないんですけど、まあ、基本的にね、我が家の人間はみんな行動が読めないから。君はなんだ、また筋肉留学か。あんのじゃ、え、なんで、うん、なんだよ、あんたち。今俺は特訓邪魔してて、俺たちの特訓、何の特訓してんの。ボクシングの特訓さ、ジャンプになるためのさ。これ以上サブチゲンズ、なんかちっこ抜いた。超ワンツーパンチじゃ、本気のパンチを見せちゃれ。分かってたわ、さ、行くよ、行くぜ。君もか。またマンゴーだ。今言った。ならよかったぜ。どうせ、ジョンもヘッパちまったのか。あれだけの力を込めたパンチだとさすがに疲れるぞ、おやさん。何か体力がつきそうなものを補給できればまだ打てるかも。あ、いいぜ。でも次、妖怪落ちてきて、そいつと戦うはめんな。なるほどね。だったらいいんだけど、じゃあまたな。これだけあれば十分だな。あ、これ果物用か。そういうことか。ごめんね、関係あったね。あとなんかいるね。あら、こんな深い森に可愛いタツネミとかやってきたわね。私はここの森が好きでね、よくここに来て森とお話してるな。でも気をつけて、木は森が少し怯えているわ。この木は何かがある。私のキノコもそう言っているわ。でも久しぶりに人と会えているうちは、これもキノコの導きかしら。お近づきにキノコを向けていける大切なあなただけのキノコにしてね。意味深、おかしいなキノコ、毒っぽい。何に使うんだろう。こっちじゃねえし、しかもこっちだ。へえ。すいません、ちょっと小声で話ざるを得ない状況になりました。すいません。しかもちょっと撮影時間も微妙だから区切れないっていう。これはまっすぐな枝がホイ使いそうだぜ。なんか海賊みたいだね。ドクルマクルもこっか。海賊じゃん、シャキッとした枝。ペラッとした木片だけ見つからない。そうなんでね、後で加工するにしてもオールに使えそうな木片はなかなかありませんね。仕方ねえな、もう少し奥まで行ってみるか。でも森の奥は霧が深くて危険なんじゃありません？平気でここまで来たら行ってみよう。そうだな。北の方に川を渡る橋があるんだ。そこから渡ろう。渡りたいところだけど、多分そこから何かしらのイベントがあって、今度こそボスなような気がするから、ちょっと時間が若干短くなっちゃうけど、17、8分ぐらいの動画が2本になっちゃうかもしれないけど、一旦帰りましょう。あ、だからここにあれか。キュッピーがいるのか。すいません、ちょっとね、いろいろとまたありましたけども、ご視聴いただきましてありがとうございました。次回以降もよろしくお願いいたします。さよなら。